はいどうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はライバーズやっていきたいと思います。今回はですね、最新版の竜王のために、さあ竜王をいっぱい出していきましょうということで、ミヒトチャンネルといったらね、ライバーズといったら、竜王がいっぱいというわけで、竜王を増殖するデッキなんですけども、最新版です。疾風のレイピアとザオリクと、精霊の矢をちょっと追加しました。これによって、まあ、疾風のレイピアは、敵の、ね、敵の、なんていうの、フォロワーを除去するための武器ですね。まあ、回復手段めちゃくちゃあるので大丈夫でしょうと。で、まあ、ザオリクは、コストが一番高いカードということで、竜王さんは、竜化、ドラゴンになった時は、コストが9なんで、もしドラゴンが、その竜王、ドラゴン化した竜王が死んでる場合は、確定で、その竜王さんが出てくれると。ただまあ、ザオリクでも十分じゃねえとも思いつつ、ちょっと今回やっていきたいと思います。さて竜王たくさんやっていきましょうか。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さあやっていきますか。敵さんはアリーナさんということで、高校はまあよし、ザオリク、ザラギ、癒しの風、祝福の杖、全部返して、竜を狙っていきますか。あ、来た。OK です。じゃあまあ、敵さんがね、1ターン目からフォロワーとか出してきた時用のパワースナイプもありますし、まあ、キーカードであるカードが2枚来てるんですけど、これはちょっと前半、なんとかして敵のフォロワーを除去していかないときついぞ。まあ、アリーナさんは、なんだっけな、なんか、ウサギがめんどくさかったんだっけ、リスが移動するためにウサギが出るかなんか、そんな感じのやつがめんどくさかった気がするぞ。格闘パンサー。格闘パンサーだったら、まあ、パワースナイプで取るか。どうするか。パワースナイプ2枚目。じゃあ、取っていきましょう。こいつを食らえ。さあ、僕のターンです。ここはもう竜を置いていきましょうか。ザオラル。これもキーカードの一つですよ。さあ、竜を1体目。打てる手はないみたいだな。大丈夫大丈夫、もうこれが最善の手でござるよ。さーて、取ってきてください。取ってきたらもうね、天使の守り、ヒッポキング、ダメだな、これはちょっと、これはちょっとテンションアップ。だい今回の敵さんはテンションアップしたら大体ターンを僕に明け渡してくれましたけど、残りその4ターン動いてきます。これはザラキーマ案件も、ザラキーで、ザラキーマではないですね、ザラキー案件。もしあそこに並ぶっていうか、まあ置くとしたら絶対あそこ、もしくは右下なんで、まあザラキーで取るのもいいんですけど、ずっしり丸がな、痛いですね。チクッとしますね。これはいいんじゃない？ザラキーまでさよならバイバイしますか？サイレス持ってんのかい！嘘やん。ドラゴンが、ドラゴンになれません。4コスト、ただの7コストがただの44になっちゃった。そっか、テンション上げると3ダメージは痛いんだよな。ただまあ、とにかくザラキーまでこの前線の人たちをやります。ザラキで、まあ殴るしかねえな。でちょっとテンション上げるときっついんで、どうしたもんかね。この頭身王丸をなんとか倒す方法を見つけねば。敵さんどういうデッキなんでしょうかね。モーリーではないと思うんですよ。モーリーじゃなくて、リスをとことん出して、違う、リスを動かすことによって、そのリスの効果でね、一角ウサギ、速攻を持った一角ウサギが出てくるから、それをひたすら投げてぴょん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 してくるタイプだと思うんですけど、頭身王丸がめんどくせえな。一応不思議のタンバリンが入ってるんで取ろうと、ストレートパンチ、足笑い、いいか、早く殴ってき殴ってき殴ってき、死んだら死んだで、ザオリク、ザおい、ザオリクいきますか。違う、ザオラルだ。いいよ、いいよ。その6コストで、6コストで何をしていきます？勘弁？わー、覆面バニー、これは。覆面バニーを取った方がいいのかな。これ、精霊の矢で、どっちかを除去しつつ、ザオリクが来ました。なるほど。
だったら、まあ、ザオラルが先だな。ザオラルします。で、まあ、ダメージ食らうとしたら、ズショーマルの方がめんどくさいと想定します。こいつを食らえ！オッケー、これでコストも6回復しました。で、あとはこの剣を装備します。一丁やるか。一丁やるか。ちょっと4ダメージは痛いけど、オッケーで、この後応援を使います。これで体力を回復します。ういで、2枚目のサイレスを持ってきたらね、嫌なんで、まだ天使の守りは使えません。で、あとはもう全部復活系のやつなんで、まあ竜王さんは死ぬしかねえな。さあ2体目の竜王さんはドラゴン化できるんでしょうか。10コストだから、まあ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 大丈夫だと思うけどね。天使の守り2枚あるし、もし4以上ね、攻撃力4以上のフォロワーを敵さんが出してくれたら自滅しに行けますので。ただ自滅した後、敵さんの体力が、その攻撃力4のフォロワーが5以上体力があったらめんどくさいんですよね。キラーマシンあたりが一番めんどくさいかな。2回攻撃できるプラス体力が5位なので取れないしね。おっと、ザオリク、何ですかね、2ペアですかね。あ、そう、じゃあまあこれはザオリクでもったいないっちゃもったいないけどいいでしょう。さあ3体目の竜王、さあ4体目の竜王、もうわけがわからないですね。これで、はい、これで真ん中の竜王が死んだら4体目が出る。あら、この武器についてるやつってランダムって、でそのデッキに入れてないフォロワーが出てくるのね。うん、初めて知った。さあ敵さん、どうします？格闘パンサー、この竜王を取れますか？真ん中の竜王は死んだらその後にもう一体竜王出ますけど、ストレートパンチ、ストレートパンチ、あっと、もしかしてだけど次やばいか。なんかね、直接私のリーダークククールに20点くらいダメージ与えるなんかカードありますね、武道家。これはまあかかってきなって言いながら自分で行くんやけど、でテンション上げて体力を回復します。でもうもったいないけどザオリク使っちゃいましょう。これもう押し切れる気がする。ザオリクで、まあ、竜王かっこ人型が、あー気持ち悪いなー、この絵面。この絵面気持ち悪いなー。オッケーよ、いいよいいよ。さて、これで敵さんがね、レジェンドカードだったと思うんだけど、あいつ持ってたら終わるな。どうっすか？はい、勝ちでーす！楽しいね。やっぱり、竜王がいっぱいはね、強いんですよ。裏技だって言われますけど、この裏技強いんですよ。皆さん使ってみてはいかがですか？面白いな。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。